はい、こんにちは。今回は、ハードスペースシップブレイカー、ゲームパス PC 版で、日本語化を有志の方が挙げていらっしゃるので、それを適用してやっていきます。で、バックグラウンドで音声も画面も全く出しませんが、IGN ジャパンのサマーゲーミング2022のサイマル配信をちらっと別画面で自分で見ながら、あ、このゲーム面白そうとか、そういうことを、言いながらやるかもしれません。途中でゲームが面白くなってきたらそっちに、集中するかもしれませんが、はい。ちょっと結構ね、ちらっとやってみたら難しかったので、オープンシフトで、オープンシフトってもう時間制限がないんですよね。で、セーブデータをインポートしますか？いいえ。で、オープンシフトで、しかも、酸素の減少をなくして、ゆるくやります。はい。字ちっちゃいんですよね。工業化していると。汚染され衰退していった。ああ、メインは地球上じゃなくて、軌道上にあるっていう感じなんでしょうかね。極めて危険である。このゲームね、シリアスな感じですけども、コメディとして、ダークコメディ、ブラックコメディみたいな感じで作られてますね。はい、非常に面白いです。あ、ちゃんと日本語でテキストが出てる。はい、シップブレーカー申請、銀河開拓計画、応募情報を更新してください。はい。ゲームの音大きいかな。ここだけですよ、きっとね。はい。こんにちは。おめでとうございますと。はい。で、結構ね、この誓約書とかで、ね、面白いんですけども、まあ、いちいち読むのも面倒なので、読みたい方は、画面を一時停止して読むといいと思います。あ、アカウント名入れなきゃダメか。パッドでやってます。パッドでやってますが、一部キーボードで。はい。で、選択した再生パック、はい。公序良俗に反する文字は使用できません。今っぽい感じの変な名前には付けられませんよってことですよね。はい、この辺のね、設定とか超面白いんですよ。自分の声をここで決められるんですよね。これにしておきます。で、これはコントロール時の方向だと思うので、標準でいいでしょう。食べ物の好みがチキンとプラスチックフリーってね、ちょっとよくわかんないんですけども、怖いですよね。じゃあ他はどうなのっていう気がするんですけど、チキンにしときますか。はい、昆虫食ができるほどまだ頭は進んでおりません。さあ、私は地球圏や火星圏って犯罪歴はありません。はい、木星開拓圏での犯罪は除く。はあ、木星はいいのかな、緩いんだ。私は労働組合やその他の労働利益団体に所属関係していません。これ労働組合に入っていませんよっていう意味ですね。これ非常にこれね、密林とかね、あっちの方でそういうのが話題になったりしますよね。私は、臨時健康診断を完了し、
マッカローハイ、これもあれですよね、工事現場とかで働くとね、肺の障害とか今ありますが、不注力か、関係あるのそれ、月や小惑星帯、アリゾナ国民国家での商業や不動産収入はありません。アリゾナ国民国家って、アリゾナ国民国家っていうのとなんか敵対してんのかな、よくわかんない、この、リンクスサルベージはわかんないですが、はい、私は日々の仕事に対して前向きな姿勢と問題解決の意思を持って挑みます。はい、ファンデルワースーパーへの長期的な、暴露かなに伴う、健康リスクを理解し省略します。これはなんか宇宙船、宇宙の大気圏外に出てると宇宙のね、光線っていうか、まあ、宇宙船ですよね、されるといろいろあるっていう、宇宙服着てんじゃないのか。そして、私は、全米上院選挙でチュン・チェン総長に投票しますっていうか、これ何なのかと思いますけどね、はい、こんなん実際あったら恐ろしいですけどね。でこれね、長いこの契約書、ここまではさすがにね、翻訳してないんでしょう。もう いやこれ読んでいくとね、多分面白いと思うんですけど、まあ一応読んだことにして、はい、認証していきます。はい、でサマーゲーミングのサイマル配信では、今こんな、なんだっけ、この司会の人、ジムなんとかさんが喋ってるのを IGN の3人の人たちは見ている感じですね。最初のゲームはこれね、ゲームとは直接関係ないですね。これ声拾えてないかな、ゲームオーバーが聞くて、ストリートファイター6がアナウンスされてますね。このムービーかっこいいんですよね、このゲームの、ね、ややこしいですね、この配信は。彼の後釜となるカッターの祝福。Hello, Cutter 9346-52. Your automated Lynx onboarding experience will now begin. Please observe this important message. Space. Boundless promise. Limitless resources. A brighter future. It's here where hard workers like you, the backbone of civilization, will help us.Pave the way to the galaxy. I'm Calicia Rye Paulson, president of Lynx Corporation's Salvage Division. When my great-great-grandfather Exeter founded Lynx, he foresaw a remarkable opportunity among the stars. His vision eventually brought us the rail gates. Now spanning all the way to Jupiter, these are the veins connecting all of modern civilization.And the people flowing through them are its lifeblood. The rail gates reinvigorated humanity and are key to our continued progress. You've been selected from among thousands of candidates,
to join the Lynx family. This is more than just a job. It's an opportunity to be part of the largest, most successful, and most pioneering company in human history. Your dream may be to forge your own destiny one day. Well, work hard, heed your superiors, believe in the Lynx vision. Do this, and you too will get your chance. Your first step is to join our EverWork program, the greatest gift we give our employees, turning death into an ongoing opportunity for learning and growth. With Lynx, death is a fresh start. Good luck. This is a fresh start. 死は新たな始まりである。私は再出発します。 Video observation complete. To finalize onboarding, your genetic sequence will now be extracted for use with the Lynx EverWork Asset Replacement Program. 遺伝子配列を抽出します。 Pain levels during extraction are largely tolerable. Please note, as outlined in section 31 of your employment agreement, the process of genetic extraction will destroy your original body.元の体は破壊されますってことですね。Extraction analysis and backup complete. Thank you. Beginning spare generation. そんな技術があるんだったら宇宙船解体しなくてもいいような気がするんです。おめでとうございます。死亡しても死亡しても安全です。シップブレーカーには、エバーワークの過程で使用される生体材料の、費用負担が生じます。就業時間外に死亡した場合は追加料金が必要となります。サルベージトレーニングに進むことができます。安全に。さあ、ここがね、面白いんですよね。すごい金額、これドルですからね。ドルの価値がよくわからないですけども、ダラララララってね、パッと出るだろう。これなんか、12億ドルぐらいらしいですけどね。ちょっともう桁がよく読めませんが、はい。ハンドブック。辺境地帯から戻ってきた船で作業を行う際は、危険な AI ノードがないか隅々まで確認を行いましょう。 AI ノード、うん、はい。Breathe. You're okay. Everything's gonna be just fine. There you go. Plenty of room. Feel a bit woozy with the first one. Anyway, welcome aboard. The name's Weaver. Weaver. I'm the foreman for yourself and a couple of other shipbreakers in this region. 監督ね。This year's Morgan Station. She may not look like much right now, but once we boot her up,She'll purr like a kitten. Alright, let's test out your orientation control. Do me a favor and look up at that cargo elevator up above. 上のカーゴエレベーターを見上げてみなさいと。コントローラーでやってるんでね。ちょっと操作が不安定かもしれませんが。Just in case you ever turn yourself out of whack, use your roll thrusters to reorient.もうね、ああ、で、結構ね、画面がね、無重力状態でこう活動してるゲームなので、画面がね、こういう風に、右に回ったり、左に回ったりします。はい。あんまり激しくはやらないつもりですが。さあ、前進して、今ね、サイマル配信も見ているんですが、サマーゲームのね、あれなんだっけ、カリストプロトコルだっけ、デッドスペースの、
精神的なんと制作者が引き継いでるやつ、あの気になりますね。上昇する A ボタンで、加工するのは B ボタン。あは。Now, to finalize these movement checks, I need you to fly to B's waypoints. Waypoint、ここですね。はい。結構ね、この3次元でしかも視点もくるくる回っちゃうゲームなんで難しいんですけど。Used to be a cutter myself, you know. 俺もカッターだったんだ。最後の復活の時にちょっとした問題があってな。技術的には初期の頃だったからな。気にするな。そうそう、一番大事なことを忘れていた。ブレーキだ。一番大切なことを忘れないでくれ。ブレーキはね、コントローラーパッドだと両スティックを押し込むと、はい、こういう風に動いてる状況でも、視点が変わってっちゃいます。まあ地面がないですからね、はい、で上に上がるときは A ボタンでスラスターを押して、で放っとくと上がってっちゃうので、まあブレーキスラスターなんでしょうね。こういうのを押したりしてのんびりやっていきます。時間制限も酸素制限もないので、はい、ブレーキを使う、はい、やり手で、ゴミが残ってる、はい、金属を溶かす。炉は熱いから間違っても入るなよ。はい。グラップルツール。これね、ツールがデッドスペースのなんかあれと似てんですよね。はい。ビームをして掴んで、でここを動かせるんですね。でこれを X ボタンを押すとポーンと、うん、投げ放つことができると。でこの炉がね、解放された状態でこの宇宙空間、おー危ない、自分がねこれ無重力なんで自分も下手をすると吹き飛ばされちゃうんで慎重に、はい、これあれちょっと待って、これ動かせない、これ持ってよ、左右どっち側に入れても、左右なのか何なのか分かんないですよ、どっち側に入れてもいいようですね。これ掴む時にね、壁とか掴んじゃうんですよね。それが危ないんで、この標的をしっかり掴んで、でポンとゴミを捨てると。グラップルリールを使用する。ん？まだなんかある。え？もうこれ一回チュートリアルやったからこの過程はわかるんですけど、もうないんじゃない？なんか引っかかっちゃったかな。これかな。ちょっと待ってよ。どっちだろう。こっちじゃないの。こっちかな。おっと。吹き飛ばされちゃうんですね。
次に進んだっけ。なんか引っかかってるかもしんないな。いやー大丈夫だと思うんだ。これかな。これ飛んでっちゃうんだよな。自分がはじき飛ばされちゃうんですよね。作用反作用で。あれなんかうまく進まない。Let's move on to the bigger nanocarbon chunks now, shall we? You may have already noticed that these are too heavy to move with your grapple. I'm enabling your scanner so we can check out their structural makeup. Go ahead and boot it up. Scanner. はい。This motor scanner lets you assess an object's structure. What I want you to focus on right now are these cut points. All right.Controls give me the go-ahead to get you cutting. をカットしてくれっていうことですね。You got quick access to all your tools through your HUD. Just open up your tool selector and choose the cutting tool. HUD ってハットって言うんだな。で、これでカッターして。Has two modes. The first one is the stinger. It's designed for precision vaporization of cut points like this.You ready to perform some zero-G surgery, Cutter? Well, let's split this scrap so it's light enough to move. That's how you do it. Okay, let me boot up the processor so you can salvage these. Do me a favor, look on over at one of them there. Yeah, so I can see if they activate, right? Yeah, perfect. Wish me luck here, Cutter.Me and technology ain't always the best of friends. Hey, all right, we're in business. Now swap over your grapple and toss one of those pieces you separated right in there. さあ、これをこのものによってね、このまあ青い字でプロセッサーって出てますけども、こっちは溶鉱炉で、これはまあなんか。ナノカーボンって書いてるから、まあ、分解して再利用するんでしょうかね。ものによって分別して、仕分けをしてくれということですね。これであそこにちゃんと入れば、お、Done getting this bay in shape. Let's go after that large aluminum chunk over there. It's also too dense for your stinger to break it down. And there are no structural cut points for us to take advantage of. カットしてくださいってセリフで言ってますね。字がね小さめなんで読みづらいと思うんですが、まあこれ日本語になってくれているだけで相当ありがたいんで、割とね文字情報が多いゲームなんですよね。よし、 OK。 で今サイマル放送ではね COD のモダンウォーフェア2これをやってますか。これカットツールなんですが、これにするとラインカッターみたいになるんですよね。で、切断面、これはねデッドスペースとそっくりなんですが、アイザックがねこういう作業してたんじゃないかと思うとちょっと面白いんです。
適切なね、このライン、赤い線が出てますけども、これをいい場所で切って、でこれで、これはサルベージの方に入れるんで、こっちに入れましょうか。これももっと細かくしてもいいんでしょうけどね。多分これ重さで、動かしやすさとかね、そういうものが決まってるんだと思うんですが、おーっと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 、自分が今弾き飛ばされちゃいました。はい、これでここのチュートリアルは終了ですね。で、そこがまあなんかベースみたいなところらしいんですが、そこに戻りましょうか。まあ、スタンダードのモードにすると、まあ、チュートリアルの段階はないと思いますけども、酸素量とか、あとシフトの時間っていうね、概念が加わって、結構ゲームが難しくなるんですが、まあ、まったりやるためにそれはなしにしてやってます。はい、シフトを終了します。で、今のがスクラップアルミがあったんですね、$4,000ナノカーボンパネルアルミ、はい、でこんだけ一応お金が回収できたっていうことなのかな。はい、基礎認定ランク2になりましたね。はい、では次に行きましょうか。まあまだチュートリアルですね。Hello, ship breaker. You have one incoming transmission waiting. 内線2、内線電話。内線に出る。この辺がね、なんかアドベンチャーゲームみたいになってますか、はい。で、内線に答える。Welcome to your new home, Cutter. Has everything you need. This is officially called a ready-made long-term employee habitation something or other. Around here.We just call it your hab. Now, how's about you get yourself some rest? We'll pick up your training in the morning. Sleep tight there, Cutter. はい。これで最初のチュートリアルが終了と。日本語になってて非常にありがたい。Good morning, Cutter 9346-52. Today's weather report, clear and sunny.ウェザーリポート何のウェザーなの。はい、いろいろなんかメッセージが起きるとね、このメッセージの画面がいきなり見えるんですよね。おはようございます。最低支払い額は、毎日午前10時太陽標準時までにお支払いください。期限通りにお支払いいただけない場合は契約違反となります。契約違反になったらどうなるんだろうか。存在が抹消されるのかな。 Rise and shine, Cutter. Rise and shine. Hope you feel well rested. Ready to continue your training? Okay. ちょっと待ってよ。 Let's have a look at your employee terminal. Employee terminal. Let's get caught up on career progression and certification. キャリアアップ認定。 I've sent you a message with an explanation.Go on and give it a read. はい、この端末でメッセージをまず見ていきましょうか。Clear as mud?
わかりにくいか。手順を教える。Most of them are willing to help you out too. All right, let's start a new shift and pick your first ship to work on. ランクは1から始まり、最高ランクである30は最も優秀なもののみに与えられます。ランクが上がることで、より多くのツールやアップグレード、船舶、ハザードレベルを取り扱うことができます。このための指針として、ハブターミナルの認定証にアクセスすることをお勧めします。忠実で熟練した従業員であることを証明することで、仕事場での新たな挑戦という報酬があなたを待っています。はい、ツール、スキャナー、構造モード、標準装備である、はい、クロススペクトルスキャナーユニット。おぉ、すげえな。全体のパネルや、梁のことをね、ビームって言うんですよね。重要なカットポイントを明示し、船の構造を評価することができますと。はい。従業員財政支援プログラム。代償がつきものです。特権的な人にはそれぞれ大きな負担が生じます。皆さんがストレスなくトレーニングを開始できるようにしています。この費用負担は当社の革新的なインプロイファイナンシャル、リライフプログラムによって行われます。借りた機材の費用など入社時に必要な全ての費用を負担します。借りてんだな、これ。無制限キャリアアップと成長を実現します。その代わり、あなたのスキルや専門性の成長に応じてシップブレーカーとして獲得した全ての価値は財政支援プログラムの借入額から自動的に差し引かれます。アップグレードしても全部借金なんだな。辛いゲームだこれ。はい、サルベージゴール、サルベージゴールシステムを紹介します。作業の効率を考える上で、船舶から期待される、総価値を理解するのに役立つことでしょう。サルベージゴールとは、当社のサルベージ評価アルゴリズムによって設定されたサルベージ量のゴールです。インセンティブがあり、到達した際には追加の報酬を得ることができます。またゴールごとに様々な特典があります。破壊することなくサルベージを行うシップブレーカーの皆様の努力に報いますと。できるだけバカバカ壊さないで、船を漏れなく回収しましょうということでしょうかね。船、解体できる船でしょうかね。新船種、取り扱い、ステーション連絡船、マッケレル、軽貨物船。まあ、最初の解体船。ってことでしょうか。で、スペアとあなたのキャリアの成長を守るために、2291年、すごいな。だいぶ未来ですね。だいぶってそれは3000年までいかないです。フォールアウトより未来ですね、きっとね。ちょっと先かな。フォールアウトも確か、フォールアウト4とかは2200何年とかなんで。死によって全てが無に帰すということがなくなり、仕事をより安全なもの、そして永続的な学習と成長を可能にしました。ここは不思議なシステムだよな。だから、今の個体が学習したものを、遺伝子記録として保存して、多分それを再生するんだと思うんですよね。
はい、いろいろ説明が書いてあります。この辺面白いんでね、読むと精神転送プロトコルって書いてあるな。あ、精神を転送してるのか。なるほどね。はい、で認定証、はい、これで今レベル1から2になったのかな。はい、読んでノービス普通ぐらい、15でベテランって書いてますね。はい、30でグランドマスターシップブレイカー、グランドマスターシップブレイカーかな。はい、カタログを見るって書いてあったけど、メッセージは全部読んだと思うんだけど、これ見たよね。あ、シフト開始でいいんだ。宇宙服、はい、ここでなんか、アップグレードとか、こうなんかホームって書いてある。嫌だな、税理部みたいな感じになってライブラフサルベージ生きて笑いサルベージしろ、これにしとこう。いっぱいなんかもねポスターがあるんですよね、この辺も。で入り部感をちょっとでもなくして、ポスター、これライブラフサルベージってひどいよな。デコアってなんだろう。はい、これにしときましょうかね。この右側のあの図も気になるけど、一番上はあのプラスチックフリーで、その下がチキンで、その下がベジタリアンみたいなやつ、ビーガンだったかな。その下が昆虫食になって、何の図かよくわからないです。はい、まあ余計なことはいいですね。じゃあシフトやっていきましょうか。カタログ、これがカタログね。今取り掛かってる船の作業を続けるか。そうそう、このゲームは本来多分シフトの時間、あの作業する時間の制限があるあって、酸素の制限もあるんで、のんびりやっていられないんですけども、だからここまでやって次の日っていう風にするんですね、スタンダードのゲームだと。多分僕は簡単なモードでやってるので、シフト制限も酸素制限もないです。これは何か違いがあるのかな、なんか国のマーク、企業のマークかな、なんか船の左上の方にありますけども、まあ形はほぼ一緒で、最後の所有者企業ですね。ザ・ヤング・マーク9がモデルなのかな。あ、これか。なるほど。最後の所有者がリンクストランスポートなんだ。これがダイレクトウェイズ。はい。輸送船だって言ってましたかね。まあ、これにしましょう。はい。新しく受けると、サルベージエリアに存在する船は撤去されますと。はい。サルベージゴールを達成するごとに、MP を獲得できます。なんとか自己啓発って書いてあるチップスが自己啓発って書いてある。はい、ここで船が目の前にありますね。ナノカーボンプロセッサーにアルミニウムは陽光、可能なら船全体をクジラに捨てることとこなし。
good luck, ウォッチしている。Weaver out. Weaver out. はい。Weaver さん。いいやつなのか悪いやつなのか。悪いやつってことはないと思います。はい。これスキャンモードでね、こう、いろいろ確認して、黄色いところがカットポイント。で、ブルーのところがパネル青、重い K 重パネル、オレンジのところが K パネル、はい、っていう感じですかね。カットポイントは結構あるんですが、このエンジン部分、ここからいけるようですね。これで、これも、この黄色い枠が出るまで近づいた方がいいですね。これで、カットポイントを溶かして操作が難しい。で、これ表示が出てるんですが、この青っぽく出るやつはサルベージの方に入れると。これでうまいこと狙ってポーンと動かせばあっちに行ってくれることでしょう。で、あそこに入るとなんかメッセージがね出るんですよね。はい、出ましたね。はい、受け取り完了と。はい、で、ここから中に入れるんですね。簡単な船ですね、これね。これで、よっ、操作が結構難しい。はい、この黄色い角のこういうところが、溶接ポイントみたいになっているので、こういうとこを溶かして、手ごわそうだと感じるだろう。まあ信じる。月光クラス。ドロイドを解体する。セリフ結構面白いんだ。They're always too expensive to manufacture. Seems someone found a warehouse full of them. Mothballed for, AI so. Since the AI ban took effect. Probably bought the whole lot for pennies, thinking they could turn a tidy profit with the salvage. No word of a lie. These things looked exactly like my stepbrother Jed. Even had the same slack-jawed expression. 呆れたような表情もそっくりだった。Now, Jed and I wasn't exactly pals or nothing, but all the same, I couldn't bring myself to start smashing that dopey thing. Ah, なるほど。And that's when I looked into getting on with Lynx. I tell you what, it's a sight better to cut up something that doesn't look like a family relation. Anyway, I'm running on. I'll clear the channel. Holler if there's anything giving you grief up there, Cutter. Weaver out.ビーバーはこの船解体をやる前はドロイドの解体をやってたけれども、そのまあ本当か冗談か分かんないですけども、顔ドロイドの顔がいとこに似てるから、それをバラバラにするのが嫌になったって言ってましたね。それだけドロイドもいるってことなんでしょうね。解体っていうどれぐらい大きい人型の、ああでもそうだよな、いとこにいて気持ち悪いっていうことは人型で人ぐらいのサイズのドロイドってことですよね。そのガンダムみたいに大きいやつってことではないんでしょう。 K
きいのもいるかもしれないですけどね。こういう、黄色いポイントを、溶接ポイントみたいなのを溶かしていって、船をできるだけ、今外れましたね。これこういう風に、外していきます。でこれ今ここを見てるとプロセッサーって出てますけども、こういう青い表示が出るものは、こっち側に入れるってことですね。今横向いてますけど、ぐるっと回るとね、具合が酔いやすい。あんまりぐるぐる回さないようにしてやりたいんですが、もう最初の角度がどっちにしろ曲がってるから、どんどん回ってっちゃうんですよね。水平に維持するっていうのはなかなか難しいんですが、これを放り込んでおいてと。で、はい、うまく入ると音声メッセージが入ります。今ここが開いたんですが、これも取れると思うんだけど、はい、後ろ側丸ごと取れちゃいましたね。これちょっと待ちますよ。一度ちょっと引っ張って、難しい。くっついてないよな。くっついてはないです。これを、違う、これを持ってここに入れて、これいけるかな。結構大きくて重たいんですが、こういうのは多分切って、ゴミ箱に入れた方がいいと思うんですけど、めんどくさいから のんびりやっていきます。サイマル放送はなかなか見ながら喋ることはできないな。まあ一応再生してます。IGN のね、IGN ジャパンのサマーゲーミング2022の、サイマル放送を一応他の画面で見ながらやってます。今年はね、今年っていうか今回のラインナップ的にはおーっていうのはそれほどなかったんですけど、さあ、このスキャンで見ていくと、この真ん中の、真ん中っていうかね、この内部構造のちょっと外側のこの 黄色いの、これを、取っていくと良さそうなんで、この船の中よりこっちでやっていきましょうか。なかなかね、このうまく溶けるまで、このね、カット範囲外って出るまでビームを当ててた方がいいんですね。おっとっと、本当に届いてない時は届いてない。はい、他にもあった。
バックグラウンド音楽はね、カントリーなのもなかなかいいセンスだなっていう、こう、なんて言うんでしょうか、まったりしていられる感じが。これ外れるかな、外れるけどまだちょっと重たい、どうやって外れてんのかな。あ、結構ブロック分かれちゃってるかな。これをじゃあとりあえずこっちに入れて、あれが動いてない。よしと。何をイメージしてこういうカントリーなのかな。あの炭鉱労働とかそういう解体、なんかそういうのをイメージしてカントリーなの。まあまあ多分開拓時代とかなんかそういうイメージがあるのかな。いや若干違う気もするけど。ちょっと前はなんかね、ヴァンパイアのゲームが多くなってきたかなと思ったんですけど、ちょっとこのなんていうかな、ちょっと今ブームになってるのは、あの西部劇とそのオカルトみたいなのを合わせたような、あの昔のねパルプ雑誌っていうのがあったらしいですよね。そういうのに載ってたオカルト西部劇みたいなのが、ちょっと流行ってて、ウィアードテイルズとかちょっとやりましたけどね、面白かったんですけどクリアはしてないですが、夢中になってやれるほど入り込めるかっていうとそうでもなかったんで微妙ですね。まあひょっとしたらなんか今はこういうこの作業をまったりやっているゲームの方が、やりたい気分なのかどうなのか。今 あのあれなんですよね、これは収録しているのが、2022年の6月ぐらいですが、今ね、フォールアウト4を配信しようと思ってね、PC 版をいろいろ日本語化っていうか、モッドを導入して、で、それを日本語化してある程度まあ安定動作するようにしたいっていうのでいろいろやってるんですけども、フォールアウトもね、なんか意外とその今やると西部劇っぽいっていうかね、アメリカの話ですよね。改めて当時やってる時あんまそういうイメージなかったんですけど、まあ、バリバリアメリカのね、まあ、あの差別問題とかね、そういうのが出てきたりして、まあ、日本にないってわけじゃないですけど。アメリカらしいゲームでしたね。じゃあこっち側をやっていきましょうか。何よりね、スターフィールド
か延期になったことがでかいんですよね。でストーカー2も、ストーカーっていうと変態みたいな感じになっちゃう。ストーカー、スタルカー2も延期になっちゃったんでね。それが来るっていうテンションでいたんで、いや発売中止になったわけじゃないんで、待っていれば出るんですが、何か失われてしまったような気分になるんで、それを満たすためにフォールアウトとかをやりたくなってしまって、再ダウンロードしてねやってるんですが、フォールアウト1からやってみようかなと思ったんですけど、ちょっとね 1はねさすがに厳しいんですよ。 ゲーム性として。ゲームパスに入ってるんでできないことはないんですけど、で、あ、これ取れた。日本語化することもできないことはないんで、やろうと思えばできるんですけど、ちょっとね1はやってみたんですけど、操作とかでね結構きついんで、カットできた、できたかな。これで、もう一つあるかな。キーボードマウスでやった方が、操作はしやすいかもしれないんですけど、多分ね、たくさんのキーを使うことになると思うんですよね。でそれでパッドの方がまあ気軽にできるなっつんで、コントローラーでやってますが、まあ作業効率は多分速さ的には良くないですし、慣れれば多分キーボードの方が速いとは思うんです。あ、なんかパネル、アルミ、あ、なんか複合部品みたいな感じになってるのかな。ここ取れる、これどういう風に取れるの。これはちょっと引っ張れればいいんですけどね、これ押しちゃうと多分この横の部分が、ついていっちゃいそうなんで、これだけ分離して、これもね、なんかね、ガラスが含まれてたりするんですよね。ただガラスの外し方が今のところわからないので、ここに入れちゃいます。これ大丈夫かな。なんか無重力ではないような気がするんですよ、微重力が。はい、間違って入れると左上に今赤く表示されてますが、ガラスは違うよみたいな表示が出るんですよね。これも外れるかな。
アップグレードするとこういう引っ張る力みたいなのも強くなったりするのかな。ああ、今あれですね。サイマル放送の方でゴートシミュレーター3がね発表されてます。2が出ないで3が出るってゴートシミュレーターもちょっとやったことありますか。なんかね、ロゴもそれこそなんかフォールアウトっぽくて、そういうのもまあなんかネタなのかもしれませんが、あとあれが面白かったですね。なんだっけな、まあいいやいろいろ説明するとめんどくさいから、よしと。あれ、これであと株パネルがありますね。まあ下か上かわかんないですが、これを持って、あ、これは外れてる。これはでも陽光炉の方ですね。こっち、コントロールが、自分のコントロールが効かなくなってました。サルベージゴールは結構クリアしてますが、これがね重たいんで最後に取っておいて、これ株パネルを、これがフレームが、これ全部多分金属だと思うんですけども、これが持てないんですね。これ重たくて、なのでこの肩はずっと発熱しているみたいです。もう発熱限界みたいなのがあるようなんですよ。これなんだろう、これ陽光炉っていうか違うところ使う。この浮かんでる物体を掴みたいんだけど掴めない。これ判定がないな、これ。まあいいや。そしたらこの内側のドアパネルみたいなものもまっすぐこう横に切っちゃえばいいと思うんですが、そうするか。うまいこと切れないんですよ。これで切れるかな。
あ、ちょっと部品が取れちゃうんですね。これは溶鉱炉。お、で、これを取って。ここに入れて、そんでこれも動かして、これで OK かな。OK。で、こっちはこっちでいきましょうか。難しくなってしまった。どうしてよ。もうちょっと切ればね、軽いんでしょうけど。まだ、あ、なんかありますね。これも溶鉱炉、なんかフレームかな。こんなもんかな。なんかちょっと浮かんでるような気もしますが、まあもう大体いいでしょう。結構ね、まったりできるんで、まあ、この 3D 酔いとかしない、ならば、で、細かいこういう作業が好きな人には、意外といいかもしれないですね。はい。サルベージ概要。で、ランク3まで行きました、はい、ちょっと席を外します。Thank you.
はい、戻ってきました。借金の額が桁が表示しきれなくなってますね。これ減っていくもんなのかな。宇宙服にはあらゆるものをつかめるファンデルワールスマイクロフィールドハンドパッドが装備されています。そういうもんなんだ。これね、改めてやってみると、僕も見ててやりたくなった、お兄さんのね、プレイがどれだけ見せるプレイが得意かっていうのがよくわかります。画面回転しないようにね、やるのは難しいですね。人生最大の報酬はやりがいのある仕事に一生懸命取り組むことができることである。ああ、そうですか。はい、しつこく言ってくるな。支払えよ。 Looking good, Cutter. Now go ahead and pick another ship. はい、次の船を選んで作業してくれと。なんかメール来てるかな。新しい船かな。これは違うな。リンクス補給船は船を壊す以外に必要なものが全て揃ったシップです。ああ、そうそうそう、酸素がなくなったりするんですね、スタンダードモードだとね。スラスター燃料はこれなくなったりするのかな、どうなんでしょうか。まあイージーモードみたいな感じでやってるので、その辺がどうなのか分かりませんが、市場価格で購入でき 1.7% の従業員割引が適用されます。地球のダマスカスで製造された純正パッチキット、フォボスって火星の衛星じゃなかったっけ、違うかな、どっかの衛星です。ダマスカートスカフん？ダマスクラフトパチキットではありません。偽物じゃないってこと。火曜日のみって書いてあるな。従業員割引は火曜日のみなの。なんだよそれ。っていうかさ、買うしかないんだから、この何なのこのブラック加減を。はい、あ、新しい船が出ましたね。重工業製品や有害物質を輸送するための頑丈なモデル。グラップル強度をアップグレードするのもいいでしょう。グラップル強度をアップグレードしたいですけどね。元同僚のグレンダンに代わりまして、このモデルの、グレンダが前のモデルってこと。違うかな。元同僚のグレンダに代わりまして、このモデルの燃費の説明に誤りがあったことをお詫びいたします。そういうことか。実際には多くの企業の輸送ニーズを十分に満たしています。はあ、元同僚のってことはグレンダさんは
まあ消されたかやめたかしたんでしょうね。はあ、っていうことはその 燃費の件は嘘だってことですね、きっとね。まあもう解体する船なんですが、危険性キャリアアップクリアランスハザードレベル2、習熟度、危険に関し死亡した場合の推定感情調整時間の中央値に応じてのみ、船舶内のハザードレベルにさらされることを保証するようにしています。何言ってるか意味が分からない。ハザードレベル2に到達した場合は燃料や炎の形をした、火災の危険性のある、危険性に遭遇する可能性がありますと。火災によるリンクス機器や回収の損傷はリンクススペアの損傷や破壊と同様にクレジットの控除の対象となります。控除ということは壊れたらお金かかるってことなの。はい、で、今レベル3っていうこと、船内のハザードレベル2って書いてるから3まで行って2が扱えるようになったってことか。はい、ではシフトを開始しましょうか。ハザード、これが今作業終わったやつですね。はい、でこれがハザードレベル20もありますが、まあ2やっていきましょうか。この貨物船、どうなんだろう、こっちにしようかな。どうだろうな、あ、なんか下の方のあれですね、作業の目標4まで行くと修理キット1もらえるみたいな書いてありますね。こっちのがじゃあ難しいってことなのかな。まあ目標値が一緒なのこっちやるか。はい、レジスターみたいな音がしてるのね。スラスターをアップグレードすることで、最高速度、ブレーキ力、燃料容量を向上させることができます。その概念がこれにもあるのかどうか、このモードにあるのかどうか。はい、ちょっと待って、カッター認定ランクが上がったから次のグレードの船を乗ってみろ。回収できる。バージに乗せる。下にある緑の、ここ。貴重なものはここに投げればいいのか。Let's give it a go。フラッシュライト。まずはスキャンモードで。ああ、なるほど。この左右のスラスターみたいな部分が外れそうですね。あ、これ緑のパージだかバージだかって表示が出てますね。じゃあここを狙って気をつけながら。ん？あら？これでこれつかめてるか、つかめてる。よし、これをじゃあ下によっ
大丈夫かな。でこっちも外しちゃいましょうか。このアンテナみたいなやつは何だろう。プロセッサーって書いてある。ん？微妙に、あ、通信アンテナって書いてあるな。これはどうやって外せばいいんだろう。おお、ここだけ。これでいいのかな。アンテナ損壊、壊したってことになってるな。よっ、あ、ここは回収してるから吸い込まれていかないんだ。その上に置いちゃえばいいって感じなんですね。よし、で次ここを切っていきましょう。これも外しちゃって、重さが700キロ。よっ。これでオッケーかな。そしたら。から入るよりは多分後ろからまた行った方がいいかな。あ、もう一つアンテナあるな。よっ、これを。これを持って、よしと。さてでは、あ、今あれですね、サイマル放送の方ではワンピースのあの RPG のゲームですかね、これが出てますが全然わかんないんだよな。ワンピース10巻ぐらい読んだんですけど、10巻読んでそれ以降は全くわからないですね。では中に入ってまた同じようにやっていけば大丈夫かな。なんか危険性があるって言ってたから、可燃物とかに気をつけながらやった方がいいのかな。それと緑色の部品、緑色で表示される部品があれば、それは回収する。ちょっと待って、これ細けえな。ドアコンソール取れんのこれ。あ、取れた。これ後ろに下がれるかな。下がった。オッケー。でこれを、あ、あ、引っかかっちゃった。こうして、ほら、ここ取れないのかな。サルベージ secured。
ここは外れないんだな。なんかまだついてるな。中のこのバッテンの奥にある、あ、ちょっと待って、これなんだろう、ポスターって書いてある、収集だ。字が読みづらい。収集して飾る、貼ることはできますよ。イエーイ。これはちょっと字が読みづらいけど、ツール修理キット、これも収集、こういうのもあるんだな。これはなんだ、酸素か。あ、酸素足された。これはスラスター燃料、こういうのあれかな、どうなんだろう。回収した方が、余裕があるときはお金払うじゃないか、 なんつうの。あ、でも価値のあるものとして表示されてないから回収はされないんだな。あれ、このランプ、あとだな。この多分この外側をカットすれば、外れんじゃないかな。この後ろの部分を外しちゃいたいんですが、持ててないかな。あー、外れないな。なんか他にもちょっとくっついてる部分があるんだ。あー、あれか、これだ。え、いや違うかな。これなんかくっついてんじゃないか。ちょっといいや。これは後にするとして、なんかここにあるな、この奥に。あ、ドアコンソールがある。起動する、電力なし。あ、こういうギミックもあんのか。これを外して、ちょっとここに置いとくか。忘れそうだな。これ可燃物ってことだな。これ外れんのかな。外してちょっとどけたいんだけど、押しておいて、この辺も外して後でってことできるかな。ちょっとこれは見失いそうだな。まあのんびりやってんだから、一個ずつやっていくかよ。これ上にもあったら、こっち側に。宇宙服は結構いい。やばい感じの。補給場所。酸素はしばらく大丈夫だ。もう酸素がなくなりにくいモードでやってるから。今大丈夫なんじゃないかな。一応言っときますか。中腹借りたはいいけど、ボロボロなんだな結構。すごいよな。これでもなんか
木星とか火星とかの話してたけど、この地球の衛星軌道上でやってるようですね、作業をね。なんかあれかな、昇進したら木星の方に行くとか火星の方に行くとか、あっちの船に行くとかね、そういうことはないのかな、どうなんだろう。地球なんてその汚染がすごくなってどうのこうのって書いてから大して資源もないだろうし、地球を起点にする必要はないと思うんです。竹1万6000酸素、今自分の持ってるお金がこれか、まあでも買う必要がないんだよな、きっと。ツール修理キット、医療キット、ここで買えると。よし、多分これスラスターの燃料とかあんまり減ってる感じしないけど、むやみに使ってるとるのかな。今ランプを外して下に投げたんだったっけ。これ、あ、これドアパネルか。ドアコンソール。これも下にポッとっと。よっ。それでこれどうしよっかな。ここからやるか。あ、間違った。こうして、なんか可燃物が怖いけど、を外してこれで株パネルが外れるんだな。そして、あ、これは、あー、これ外れんな。これを持つよりまずはこれを外して、そこに出しちゃう。あ、あ、危ね。ちょっと待って。あ、これで OK。そんで。上も外しちゃおうか。よしと。これで上下が開いたのかな。ここ外れるかな。 OK。 これ内部のパーツ、いやでも多分全部、これでも持てないな。外れてるけど持ち上がんない。
なんか切らなきゃダメかな。こっち側なんかあるのかな。これ多分あれだな。もう燃料みたいなものにつながってたんだきっとな。こう切って。の上にはないんだな。で、これをちょっと動かして。意外と重たいんだな。燃えちゃうと困るから。まあ不用意にこのカッターの打たなければ燃料何燃料か知らないけど、まあ多分、固体の燃料を、あ、ここにもライトみたいなのある。これを外そう。あ、これじゃなくてこれを外して、固体の燃料を液化させるとかそういうことじゃないのかな。まあ、2200年の機質だから今とは何も比べ物にもならないような気もするけど、さあこれを外して、よっ、よいしょ、こうして、でこうと、そんで、次の奥でいくか。あ、これも外れんな。ちょっと後にするか。もう内側にもあるな。よしと。これで、この手前側、この内側と、その下もつながってそうだな。入れるからこれ取って下行くか。これを持って、これ厳しいかな。もう一つある。ちょっとここに置いとくか。で、どこだっけ。これを取って、よっ、燃料を早くなんとかしちゃいたい。今外したやつどこやったっけ。あれ、どっかあった。
よ。これでちょっと外側から見て外れてんのかな。あ、ここは動くな。これを動かしちゃって、で、燃料を。グリーンのところに入れればいいのか。よし。これで。これ。これは、あ、ちょっと後ろに下がっちゃってるよ。危険だけど大丈夫なのか。意外と重たいんだよ。よし、よっと。それでここも外れるかな。外れる。これを外して、よし。で、この中に取れそうな部分があったんですが、ん？待ってよ、ドアパネルが取れなそうか。これを外して。これも外して、よしと。あとはあれ、これもパージって書いてあるな。どこがエアロック？え、ちょっと待ってよ。エアロックの内部構造は貴重なものなのか。ちょっと待って、どっかに外れるポイントが、あー、この下にあるんだな。よし。難しい。よ、これだ。これを、大丈夫かな。これを外して、で、ここは外装なんだ。で、これが貴重なものなんだ。面白えな、これ。たまんねえな、こういうゲーム。よっ。これで大丈夫かな？ちゃんと飛んでってくれれば OK。 このエアロックの内部はグリーンの表示が出てるから、これをここに、よし。で、ここも外れそうだな。これも取っちゃおう。カットした方がいいんだろうけどな。このまま放り投げちゃって、
いずれたどり着くだろう。で内部に入って、アクセスできないの。切り離していった方がいいのかな。ここを後ろが動かせないのがちょっと下せないの。カットしないとダメか。ちょっと後まで取っとこう。あれ？ここ開いてないのか。ドアは結局カットしなきゃいけないかもしれないから。ここになんかあるの、これ。宇宙パッチキット、宇宙服？宇宙船パッチキット。分かんない。これが酸素ボンベ。さっき取らなかったっけ？あれ？これは？これパージって出てんの。ここ下開いてないよな。開けちゃおうか。これもパージ。ちょっと待って、外してからにするか。いや、これもパージだな。あ、ちょっと先にこれを取って、この収集物ってのは何なんだろうな。あー、取れるな。ちょっと分解してからの方がいいか。完全に方向を見失ってしまったな。まあいいや。これで一箇所外れた。一箇所ずつやった方がいいな。分かんなくなっちゃいそうだな。これを外して、これどっちだ。こっちか。この照明機器、これも取って、こうして、こんなもんだったかな。で、これを青い方に入れればいいんだな。よっ。これも取っとくか。よい。これは座席か。あ、なんか燃料が少なくなってきたな。まだ大丈夫か。よっ。あの電球もそうだから、ここ下開けちゃった方がいいな。よしと。
これ他にはないかな。これを持って。開けちゃった方がいいかな。これも取って黒いのを取れそうだな。これはちょっとこっち側を先に分解しちゃおうか。まだパネルもありそうだし。で外れた。それで OK かな。とパネルは水色のとこだからこれを持って。大丈夫かな。それでこっこっちサイドのこのでかいの気になるな。いや後にやった方が良さそうな気がする。
こっち側外れないのはなぜ、あ、あ、あ、これ動かしこっち入んないとダメかな。お、照明用品がくっついて、これどうする、先にカットするか、いや、後にしよう。ここに潜り込んでしまえば、あ、これ燃料またあるな。こうやって燃料外して、あ、なんかこれがつながってるから動かないんじゃないかな。そんなことない。あ、そうだな、あ、動いた動いた、 OK。 じゃあこれ、あは、なんだ今もうどっち向いてんのかさっぱりわからん。こうして、あ、具合悪くなる。これをゆっくりでもいいから動かして、このまままっすぐ行けば入ってくれるかな。動かなそうだな。よっ、あ、まずい、大丈夫か。頑張ってくれ。よし、これでこっち側いけるでしょう。まずこれを取っちゃおうか。火器、現金、燃料、可燃性物質は危険だからこっち、ポーンと。ん？進んでる？よし、で解体していこう。あ、照明とかあるな。先に取っちゃった方がいいかな。よっ。よしと。ああ、しまった加速しすぎて、よっ、これも取っちゃって、いやー、これ難しい、後ろに下がれない。もうこうして、これでこう。よし。そんでこれを切っていけばいいでしょう。あー、でもなんか先頭の方に、おっと、なんかまだ貴重品があったんだよな。緑色の表示のものがあったから、それを、こっちの方はないのね。あ、照明まだあった。それで、外側が分離したんだな、これきっと。そしたらこれを持って、これは違うな、
これを持って一回外に出るか。わよし。ああ違う、この回転するときにどうも LB を押しがちのパネルを外して、大丈夫かな。で、これが戦闘の、これはでも外装だから外すとこはないかな。よっ。ここはなんか、ん？外れてんな。パネルだけ取れないかな。くっついてはないようだから、外れるな。で、この中にまだいろいろ、よっ、あー動いちゃうな。よ、これを取って、お、こんなに細かいものを、ちょっと待って、これを止めた方がいい。あんまり分解してから内装を外そうとすると、動いちゃうんだな。どっちだ、こっちか。ああ、もうなんか回り始めちゃった。これは危険だな。そっか、こういう危険性があるから。もうこれ中回転してんの、これ危ない。な、あれどこ行った、あれか。あ、ちょっと待って、動いちゃってんな。これだよな、外しちゃった方がいいか。よ、いや、これは分かんなくなっちゃう。
Salvage secured. Applying credit. よっ。おい、燃料大丈夫かな。Salvage secured. Credits deposited.あーなんか動いちゃう。あ危ない、それダメだよ。適当になっちゃった。危ない危ない、そっちじゃないんだよ。よしと、あとはないかな。大丈夫そう。あ、もう一つあるな。細けー。これ内装取っとかないとダメだな。あんまり外しすぎると。軽くなって動いちゃう。あれ、これ溶鉱炉って書いてるな。溶鉱炉か。あ、すごい、この姿勢制御と物を制御する難しさが、これ宇宙飛行士って並の人間じゃないよな。なゲームでこの解体してるだけで、まず自分がどこに向いてるか分からなかったんです。よしと、あ、まだか。それでアルミを壊しちゃうといちいち怒られる。あ、やべ、燃料が。今燃料を買ってなんか意味ある？もうちょっとで終わるんだけどな。いやでも燃料切れて動けなくなっちゃったら困るかな。買えるのかな。そもそもお金があるのかどうかよくわかんない。これでこうか。で、燃料はどれ？これか。1万？よし。あれか。まあ燃料これ補充するってことは、家に帰って次の日になっても燃料補充されるってわけじゃないんだろうから、いずれ買わなきゃいけないってことなんだろうな。さてこれ動かないね。ここ切らないとダメだな。でもドア切れるかな。これで切れないな。ドアをうまく外す方法がないもんかな。
これももういいや。こうすれば多分これで溶鉱炉こっちか動かせるから、溶鉱炉に放り込んでしまえば終了ですね。あーなんか逆サイドが動いてる気がする。自分も引っ張られて近づいていっているような気がするんだけど、大丈夫かな。よっ、こっちはこっちに入れるか。もうないよな。あ、まだある。このなんかよくわかんないこのパイプのようなもの。あ、ドアだけ。こんなもんでしょう。はい、大丈夫ですね。では帰りましょうか。2台目の解体が終了しました。まだまあチュートリアルぐらいの感じなんじゃないのかな。よっ、はい、はい、これが獲得してるのかしてないのかもよくわかんない。やっとビギナーになりました。はい、名誉あるランクに到達。よし、では今回はここまでにしておきます。で、気が向いたらまた続きもやります。それではまた。